本物の銀メダル。これ本物ですよ。うわー、こんな間近で見るの初めて。ちょっと触らせてもらったりとか。おいおいおい、簡単に言うなよ。いや、よろしければ、いやいや、今聞いただけじゃないですか。いいですよ。なんでそんな簡単に触らせるわけ。いや、どれぐらいの重さ持たしてもらう。確かに坂上君、いや、ちょっとそれもう恐ろいよ。あ、じゃあ僕が。なんでなんだなんなんだ、なんでだよ。どっちなのよ。いや、いいの、そんな今触っちゃって。いいんじゃない、もうせっかく。うわ、好きなんでしょ、バスケ。めちゃくちゃ好きだよ。本当にいいですか、噛まないでくださいね。大問題になるよ。やめてよ。仕事全部なくなるよ。噛むなよ。うわー、え、もういいですか。はい。うわー、どう、めっちゃ重い。例えたらどれぐらいなんすか、一般人が分かりやすいよね。ね、うん、重さ、あのスポーツドリンクの、うん、あの1リットルぐらい。重いねー。そう、1リットル重いよ。そんな重いの。すみません、ありがとうございます。うわー、うわー、すごい。紐でいいね。紐でいいんです。紐でいい。紐でいい。紐でいいんです。紐だけ。紐だけですよ。紐だけ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 。思ってるより分厚いね。いいですね。どのぐらい分厚い。メンマ4枚。メンマ4枚。まあまあ結構分厚い。まあまあ分厚いですよ。次紐触る人。誰が行くねん次。誰が行きますか。大金出てるっすな。賞金は出るんですか、銀メダル。あ、出ます出ます。何本賞金が、300万かな。チームで300万。1人です。うわー、すげえ。1人300万。うわー、すごい。金メダルは何本もらえるんですか。金メダルは500だったんですよ。エブリンさんは300万。はい、これ何に使うんですか、何に使いたいですか。あ、今だからやっぱり山が欲しくて、本当に山キャンプしたいんで。キャンプ、そうそう、キャンプ大好きで。目星ついてる山ある。目星ついてる山は岐阜県の山です。結構しっかり見てるな。トム監督、ホーバス監督、はい、やっぱ怖いんですか、どんな感じなんですか。いや、鬼怖いっすよ。鬼怖いんすか。鬼怖いっすよ。鬼怖いんだけど、丁寧な日本語で怒るんですよね。はい、ちょっとイメージありますね。多分少しでもこうね、優しい感じで怒ろうとしてると思うんですけど、とある練習の時に、先輩が、かなり上の先輩がちょっとミスしてしまって、はい、でトムヘッドコーチが多分ベテランってことを言いたかったんですよね、うん、そしたら、何してるんですかと、うん、あなたは全然若くなーいって言った。その言い方と、その言い方のことで。ちなみに、はい、新しい鍵はご覧になったことはありますか。もちろんです。実を言うと、はい、初回放送、はい、力み力のとこから見てたんですよ。初回から。すごい。そうなんですよ。初めて見た。力み力み。力み社長はいい。社長はあんまイメージない。俺もコミよ。2人で逃げる。社長がいないと。好きなキャラクターってやっぱり力み力ですか。力み力さんも好きですし、あと、飛ぶやつ最近やってるじゃないですか。お、飛びおくん。飛びおくん。ぶっ飛び飛びおくん。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 トビオくん、トビオくん、トビオくん、トビオと一緒におるやつ。なお、友達一枚噛んでるから、どっちも全部僕もいないと成立しないもんな。何でもいるな。菊田の好きなキャラないですか。菊田の好きなキャラどうだ。あの、申し訳ないんですけど、多分見たことない。見たことない。見たことない。出てます、出てます。出てます、出てますか。はい、多分見たことない。エブリンさん、俺のいじり方まで分かってる。完璧じゃない。完璧です。完璧じゃない。完璧や。